と、その上にですね、こういう透明な全く同じですね、まあ紙を重ねるようなイメージですね、アクセラノートを作った会社のですね、代表の小林様にいらしていただいているので、ちょっとぶっちゃけていろいろ質問してみたいと思います。こんにちは、戸田悟です。この間ですね、ちょっとある製品を買いまして、まあマニュアルが PDF で提供されてたんですね。で、僕ちょっと記事を書く都合があって、そこに注釈入れたかったんですけど、編集禁止で書き込めないんですよ、なんてことがありました。手の時にですね、ちょっといろいろ調べていたらですね、アクセラノートというアプリを使うとですね、編集禁止の PDF にも注釈とか手書き入れられちゃう。これすごくないです？てか、そんなことしていいの？っていう部分を含めてちょっと検証していきたいと思います。はい、それでは PDF ファイルの編集禁止について紹介します。まずこちらにちょっとサンプルを作ってみたんですが、こちらをですね、アクロバットリーダー DC からちょっと開きますね。で、こちらのファイルは編集が可能なんですね。なので注釈メニューをクリックすると、はい、こちらに注釈が出てきて、例えばラインマーカーでハイライトすることができます。はい、ところがですね、こちらにちょっと編集禁止の保護をしてあるファイルを作ってみました。こちらもですね、同じく同じように、アクロバットリーダー DC から開きます。するとですね、こちら注釈をクリックしても注釈のメニューがオンにならないんですよ。つまり編集ができないということですね。まあ編集というよりは書き込みに近いですけどね、書き込みができない。もちろん編集もできません。で、書き込みもできないと。で、何が困るかっていうとですね、例えばマニュアルとか教科書に自分で何か注釈を入れようと思っても、こういったファイルだと入れられないわけですね。はい。というのをまずちょっと頭の片隅に置いてください。はい。で、今回紹介するですね、こちらのですね、アクセラノートというアプリを使うとですね、ここにも出てますけれども、書き込み注釈編集禁止の PDF ファイルにも、まあ、編集できるとなってますけれども、もっと分かりやすく言うと書き込みができるんですね。文字の編集はできないんです。じゃあその仕組みどうなのということをちょっと説明したいと思います。これがですね、アクセラノートの仕組みなんですけれども、まずですね、こちらにまあちょっとこれ図が僕下手なんですけれども、要するに文字が書き込んである PDF ファイルだとしますと、その上にですね、こういう透明な全く同じですね、まあ紙を重ねるようなイメージですね。で、重ねるわけです。で、その紙の上でですね、例えば、ポイントというふうにこう編集しました、書き込みしました。これせっかくなので、色をちょっと分かりやすくするために赤くしました。はい。と、つまり元の PDF ファイルは何も変わってないわけですよ。改変されたり、まあ変更されたりしてないわけです。で、その上にこういう透明のシートを重ねることによって、上から注釈を書き込んだりすることができるわけですね。もちろんこれは今あのテキスト書いてますけれども、手書きができるパソコンであれば手書きでもいいですし、図形なんか矢印とかを入れてもいいです。つまりで、これをこのまんま PDF として保存することができます。またはアクセラノートのファイルとして保存することもできます。つまりこうすることによって、編集禁止のファイル PDF ファイルはそのままキープ維持したまま書き込めるわけです。で、別のファイルとして保存することもできるわけです。というのが、アクセラノートのポイントになっています。はい、それでは、早速ですね、アクセラノートを使っていきましょう。まずですね、こちらからダウンロードします。はい、で、ダウンロード、はい、実行します。で、アクセラノートを使うためには、今ちょっとダウンロード中なんですけれども、アクロバットリーダーが必要になります。アクロバットリーダーに、組み合わせて使うと考えていただければよろしいかと思います。はい、それではインストールしていきましょう。今ダウンロードが終わって実行した状態ですね。で、次へ、同意して次へという形でインストールしていきます。はい、で、今インストールが完了しました。ちょっとですね、料金体系等々を見ていきたいんですけれども、はい、30日間は無料で試せます。で、まあ価格も比較的手頃ということでですね、まあちょっとこの辺見ると、後でちょっと、中の人に聞いてみたいんですけれども、東京都立大発のベンチャーという会社が作っているというソフトです。しかもですね、いろいろなこういう賞を受賞しているので、まあ安心して使えるかなというふうに思います。はい、で、インストールが終わって起動するとですね、このように、ボックスが表示されますから、ここにですね、ファイルをドラッグするわけです。はい、ちょっとこれ今使っているパソコンがですね、若干古めの第6世代の Core i5なので若干遅いですけれども、もう少し高速なパソコンでしたらもうちょっと早く動きます。で、これですね、先ほどお見せした編集禁止のファイルなんですよ。で、編集禁止のファイルでもですね、
この上に例えば、はい、矢印を引いたりテキストが入力できます。テキストは好きな位置に動かせます。でまたこちら色を変えることも可能になっています。例えばこの矢印も、色を変えることもできます。はい、で好きな位置に、こちらも動かせます。はい、はい、さらに手書きも可能です。これ今シンクパッドの X1 ヨガなので、これ専用のペンですね、ついてます。ツインワンパソコンで最近のモデルなら専用のペンがついてるのありますから、このように手書きが可能です。上のですね、ペンのマークをタップするとグリーンになります。この状態で手書きができます。はい、こんな感じですね。はい、で消しゴムで消すこともできます。で線をもうちょっと例えば細くして、はい、こんな風に丸をつけてポイントとすることも可能です。はい、で、これ終了したらですね、今度ファイルを保存してあげればいいんですけれども、ファイルをこうやって保存しますと、このアクセラノートのですね形式で保存できます。でまたこちら PDF で保存をしますと、PDF での出力も可能です。こちらではですね、解像度を調整したりすることもできますし、 JPEG で例えば保存することもできます。ちょっと JPEG で保存してみましょうか。はい、はい、で今 JPEG で保存しました。はい、こちらにですね JPEG で保存できています。はい、JPEG で保存できました。もちろん PDF でも保存可能です。基本的にですね、ちょっとここ注目していただきたいんですけれども、例えば、PDF で保存する際もですね、まあこのようにですね、pdf.axela.pdf っていう形になって、要するに元のファイルと自動的に違うファイル形式、拡張子を変えて保存してくれますから、元のファイルは残るのが基本的な設定なんですよ。もちろん、拡張子いじっちゃって上書きすることもできますけれども、基本はこうやって、ファイルを残して使うというのが基本的な使い方になります。さて、こちらにですね、ちょっとこうマニュアルみたいなものがあるんですけれども、こちらにいろいろとこう注釈を入れました。まあよくこういうことやると思うんですけれども、赤で注釈を入れました。まあもちろんこれですね、文字サイズ等とは調整できますし、位置もこのように自由に動かせると、これさっき説明した通りなんですけれども、これをですね、ちょっとファイルを保存する際に、この設定メニューの設定からですね、こちらにですね、CSV ファイルを保存するというのがあります。で、これにチェックをつけておきます。で、閉じるにします。で、普通にファイルをまあ保存してあげるんですけれども、今回はですね、これ、アクセラノートの形式で保存します。まあ分かりやすいにちょっとデスクトップに保存しました。はい。で、ちょっとデスクトップ見るとですね、ここにですね、ファイルができてるんですけども、CSV ファイルが出来上がるんですよ。で、これをクリックしてあげて、まあ開いてあげるとですね、このように、はい、注釈がこのように CSV ファイルで、もちろん Excel で分かるんですけども、表示されます。で、これまあ位置示してるんですけども、この辺はあんまり気にしなくていいと思うんですが、これですね、PDF ファイル、もしくはアクセラノートのファイルをこう開きながらですね、ちょっと今開きますね。ちょっとこれノートパソコンなんで画面があんまり大きくなくてあれなんですけども、開きながら、このようにですね、例えばここでトリミングと書いてあるところ、トリミングとこありますから、じゃあということで元のファイルを修正して、ここで例えば終わったところに色を塗っていくと。いったですね、使い方もできます。つまり、こうやってですね、終わったところは色を塗りつぶしていくと。これをすることによって、注釈に対する編集作業の抜けを防げるわけですね。これはですね、ビジネスの書類を作るときなどには非常に役立つ機能だと思います。自動で CSV に出せるっていうのはかなり便利ですよね。でですね、まあ最初に説明しましたように、ここにいくつかファイル作りましたけれども、元の PDF ファイルはこちらに残ったままという形で、再利用できますし、もちろん改変何もしてないので、逆にセキュリティ的に安心だということになります。で、アクセラノートですね、非常にこれ軽快に使えますので、使い慣れてしまうとですね、まあ僕はですね、なかなか素早く軽快に分かりやすく使えるかなというふうに思いました。はい。で、若干個人的に気になったのが、まあこれもちろん好みの問題なんですけれども、アプリのデザインがなんかちょっとこう昭和っぽいかなという感じもこの辺しましたけれども、まあ慣れてしまえば別にシンプルなので分かりやすくていいかなというふうに思います。
アクセラノート結構楽しいと思うんですが、なんかちょっと個人的にですね、編集禁止のアプリに上書きしていいのなんてこともちょっと思ったので、実はですね、今回動画のご協力をいただいてますアクセラノートを作った会社のですね、代表の小林様にいらしていただいているので、ちょっとぶっちゃけていろいろ質問してみたいと思います。まずですね、最初の質問なんですけれども、小林さん、これ編集禁止の PDF に上から書けちゃう、これいわゆる法的な問題とかはないんですか？法的な問題とか特になくて、PDF に書き込みできるっていうのは別にその法律で決まってるわけでも、条例で決まってるわけでもありません。そのアプリケーションは自由に使ってそういうふうに実装していいので、アクセルノートは、あえて編集禁止の PDF にも書き込めるような作りになっています。なるほど。となると、例えばマニュアルに書いたりとか教科書に書き込んだりなんていうことを僕なら考えて使いたいなと思うんですけども、実際にはどんな業種でどんな方が使われてるんでしょう？はい、印刷業や建築業の方が多いですね。印刷業の方は、原稿の最終原稿のチェックに使ったり、建築業の方は、お客さんとの図とか設計会社の図面のやり取りに使われています。あとですね、最近は新型コロナウイルス感染症の影響で、自宅にバックオフィスを持ち帰って自宅で作業する方も増えておりまして、そういう方にもご利用いただいております。なんかちょっとアップデートの告知を見てびっくりしたんですけれども、パスワードがかかっている PDF にも対応って書いてあったんですけど、これさすがにまずくないですか？いや、パスワードを入力した後に書き込みができるようになっておりますので、そこはご安心ください。あ、つまりパスワードを知らなければ結局使えないと思っていいわけですね。はい、その通りです。あ、なるほど。パスワードがかかっている PDF でもパスワードを入力した後に上から書き込めると、はい、理解でいいですね。はい、はい、でその場合に編集禁止になってても OK ってことですよね？そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。で、一番ですね、動画をご覧になっている皆さんもですね、心配というか不安しているのがやっぱり料金のことなんですけど、最近ですね、最初は無料でその後いくらみたいなアプリ多いんですけど、結局なんか気づかないうちにサブスクリプションで何百円も何千円も毎月払っちゃうみたいなことあるんですけど、そこどうです？私自身もそういうアプリに、ちょっと疑問を感じておりまして、まずは、このソフトで、PDF に自由に書き込めるような世界を作り出したいというところで、最初は30日間もう完全にフリーで使っていただいて、でそれで有用であれば、クレジットカード等で課金していただくというような、モデルとしました。ということは、最初に無料で使用して 2,3 回使って、もしですね、使うのをやめちゃったとしても一切請求も何も来ないということで、はい、よろしいわけですよね？はい、請求も何も来ません。で、30日後も実はほんの少しの機能ですが、継続して使うことができますので、それで十分な方は、永遠に無料で使っていただければと思います。なるほど。結構良心的で。ちなみに金額はおいくらなんですか？年額ユーザー3900円もしくはデバイスライセンス5400円となっております。で、何台まで入れられますか？ユーザーライセンスは3台まで入れられます。あ、3台のパソコンまで OK、 個人でですね、はい、3台のパソコンまで OK ということですね。はい、で企業などはまたボリュームでディスカウント等があると。はい、ございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、アクセラノートのご紹介をいたしました。PDF 使う機会ってどんどん増えてますよね。もう標準ファイル的な、特にビジネスの世界では、使い方をされてると思います。どんどん書き込める。結構魅力あると思うので、とりあえずこれ無料期間30日あるので、試してみてはいかがですか？